西武は田辺監督代行、打線は何かきっかけがあれば変わる。選手は思い切って勝ちに向かってやってもらえればいい。負けはこっちの責任なんで、なんとか勝つゲームをと思って臨んでいるんですけど、なかなか序盤から常に追い込まれている状況になってしまっている。打線が何かのきっかけで序盤からいい形で攻撃できればまた変わってくると思う。打線も本当はコロコロ変えたくはない。ただ機能していないというのは相手投手との相性であったりとか、今はいろんな数値も可視化されているのでそれを見ながらやっている。何かのきっかけというのが欲しいところ。これは監督チェンジやろうな。そりゃお前が揃えた選手陣やから負けはお前の責任だわな。次の監督は松井。どうせ打てないならいっそのこと野手全員にぐんと入れ替えてみれば？ユニフォームも作らないまま育成から上げてきてどうなりましたか？助っ人はどこに行った？殿崎って怪我でもしてるの？希望がなさすぎる。特定野手の個人軍ですらないのに何を見るんや。ほぼ地面とフラットな打線から思考を追放してみた。開幕戦のスタメンがほぼいない。メヒア様々やを呼び戻せば。去年と何がちゃうんや。疲労化が編成失敗してるから弱いのに松井に責任取らせて渡辺 GM が監督やるのはおかしいって言ってた。監督の変更をきっかけにできなかった時点でこいつの頭髪はない。山川ってあれ打たなくてもいるだけでピッチャーは嫌がるやろうし、あんなん出したら空打線はダメになるよ。ご視聴ありがとうございました。